ハロープロジェクトオンリーオーディションの合格者は全員合格です。208番里吉宇多野です。高校3年生17歳です。よろしくお願いします。ダンスどれぐらいやってる？13年か、はい、小学校5年生の終わりぐらいに、バックダンスに出会って、あとはジャズダンスとかハウスダンスとか、いろんなダンスのジャンルに出会って、全部できるようになるっていうのがこうポリシーというか、笑顔と声が負けたくないなと思います。ダンスもそうなんですけど、声は生まれ持ったものなので、すごく私は声がコンプレックスだったんですけど、高校生になって演劇を始めてから声を褒めてもらえることが多くなって、自分の持っている声がこう生きていたら活かせるようなお仕事もできたらいいなっていうふうに思うので、うん、先生がかかってたので、すごく嬉しいし安心した気持ちがすごい強いです。頑張ります。211番小林ほのか、高校3年生17歳です。よろしくお願いします。なかなかやっぱりピアニストになるっていうのは狭き道ではあるので、そのやっぱ努力だけではどうにもならない。もしチャンスがあれば、まあ、アーティストとしてやっていく中で、自分 の, その今までやってきたピアノとかをクラシックも含めてもっとみんなに知ってもらえるような、そういうチャンスがあれば私はすごく嬉しいですし、聴いてもらわなきゃ分からないっていうところがあるので、このオーディションを受けた理由としてアイドルになりたいっていうのもあるし、それに加えてそのピアノを披露できる場所ができたらいいなと。これから自分ができることを精一杯やっていこうっていう覚悟ができました。218番平井美代、大学1年生18歳です。よろしくお願いします。アイドルもなんかこう 100% 自分たちに作るとかいうのではなくて、こう意見を出すとか、そういうのでまた新たにこう次の先駆者的なアイドルが、今までみたいにちょっとアイドルっていう枠を超えたパフォーマンスっていうのを駆使した、もし私が入れたら幅を広げていきたい。本当にこの今この瞬間が本当に人生を大きく変えたので、この今の気持ちも忘れずに、表現者として一生懸命頑張っていきたい。おはようございます。おはようございます。今日は最終審査ですけど、結局最終審査に残ったらこの3名です。はい、今日実際にハロープロジェクトでやる以上は、結局歌は生で歌いますと、でダンスもパフォーマンス力を求められますとっていうのを、適正かどうかを今日はこの3人で、見させてもらいます。なので悔いのないように頑張ってほしいです。とにかく元気に やりたい夢をつかむためには今日一日頑張らないと夢が遠のいてしまいますので、ここまで来たから今日抜かずに頑張ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ一回それぞれ踊ってみましょう。頑張ろうかな。その個性としてなのかな、まあ、今までやってきたことを否定するつもりは全然ないし、それは自分の宝として持っててほしいんだけど、それから今度もう一個もう二個進むためには、今の殻を破ってくれないことには、ああそっちにやりやすいようになってしまうんだってなると、
自分たちは得ではないじゃん。なのでその中の、ちょっと自分のやりにくい方にわざと持ってって、このレッスンでは。でここのハロプロの場合は綺麗にやっぱり16ビートをしっかり刻んでおかないと歌割りがどんどん変わっていきます。なのでそこで遅れる。で小林は自分のその私苦手なんでって空気を出すな。はい、もう関係ない、もう全員ライバルだから、はい、そんなにちょっと自分の殻とかっていうのは早く捨てて。はいはい、乗っていこうって言ってんだけど、お前らが乗らなくてどうする？誰が乗せる？はい、行きましょう。OK、今やったさ、振り付けでさ、16ビートを気にしてさっきと何かが変わったと思う人、自分で。ずれることがいけないんじゃなくて、習ったことを、今持ってる自分の習ったことを自分でプラスしていこうと思わないと意味がないじゃん。もともとやっぱダンス技量があるんだったら、そこにプラスアルファ違うものを入れていかないと、もうその先ないよ、はい、ここでは必要なくなっちゃうよって私は思うの。はい、だってこう結局はラブでしょ、地球ラブってどうなってるって見せたいんですよ、これ L、はい、自分の雰囲気でノリでいっちゃったらこうなっちゃったらなんだか分からなくない？はい、もう一回、せーの、はい。今まで自分がやってきたことが全然甘かったなと思って悔しいんですけど、ずっとなりたいって思ってたことなのに出せるはずのものを出せなかったっていうのもあるし、できてないことを直すっていうことばっかりになっちゃって、全然プラスアルファとかができなくて悔しいんですけど。ウェーブーはぁ、今ね、タララタタラタララタラ、楽しくないんだよね。どうすればいいかな。せーの、はい、タラララタラズはぁ、タラララタラはぁつった。オッケー、小林いい感じになってきて、これってもうちょっと手伸ばせる？はい、なんか想像以上にダンスはすごい大変なんだなっていうのを感じたし、自分のできないとこがやっぱりあるんですけど、そういうなんか苦手意識として自分の中に持って踊ってしまうと、それがやっぱり見てる人にも伝わってしまうってことがすごい分かったので、この3時間無駄にしないようにしっかり頭に入れて本番に臨みたいと思いました。甘いからそれによってリズムが崩れる、はい、こっちがホールドされる分、ホールドされてないところ、足、手、頭、ボディどう使うか考えてください、はい、もっとできるはず、はい、っていうかもっとやってくんないで困る、はい、はい、ダンスの時間以上になります。オーディション頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとなんか混乱しちゃって、ちゃんと落ち着いて頑張りたいねどこがなぜなのか分かんない自分がすごくなんか悔しくって、なんかできない自分を改めて見て戸惑ってます。はい、マイクスがマイクのことをまず一回聞かせてくれ。I say you'll take on 結局はラブでしょ、地球回る宇宙の天然の抵抗、大きなラブでしょ、愛は超える46億年。これは大変だまず歌詞カード持ってきて、あと書くもの、里吉が、はい、
オーディションの映像よりも意外と歌えてない。はい。はぁ、はぁってなってる。使い方分かってないだけ。今だからすごいいい楽器持ってるのに、どうやって歌えるか分かんないのって言って分かんなくなっちゃった。なので、自分を信じましょう。はい。いいですか？はい。とりあえず、まあでもリズム感もそんなにひどくはないので、声の出し方かな。ピッチ感も悪くないのよ。そしたら、俺音程つけないで歌、喋ってくれる？いくよ。1、2、3、4。一生守るとすぐに時間けど、あなたの一生って何度目、好きなら割と言えるもんだけど、ギュッとしてよちょっと恥ずかしい、一回声出しとこうか。好きなら割と言えるもんだけどって普通に喋って。好きなら割と言えるもんだけど、それ喉滑る。好きなら割と言えるもんだけど、好きなら割と言えるもんだけど、わけよくなってきたね。好きなら割と言えるもんだけど、好きなら割と言えるもんだけど、オッケー。好きなら割と言えるもんだけど、オッケー、いい感じ。声前に出そうと思わない。好きなら割と言えるもんだけど、わかります？すごい歌おうとしてたの今。どんどん進むってことはそこに近づいてるってことだなと思うので、やっぱり一番は自分がこうなりたいと思ってこうずっとやってきたダンスだったりお芝居だったりっていう部分を誰よりも輝いてこうステージで見せられるようなメンバーになりたいです。集中して自分の自分との向き合いだよ、はい、私の方見て確認しないで、はい、せーの。まついてはくれなきゃ、無理無理 I say no ってこう、セリフだと思っていて、実際のところこの音って平井には出ない音です。だからここはジャーマダンスダンス、他のとこをちゃんと出しておいて。先生がおっしゃってましたけど、自分の殻を破れって、でなんか破り方を教えてもらったっていうか、私はこれができるんだ、じゃあこれを武器にして頑張ろう、足りないところはしっかり自分で頑張ろうみたいな感じでと思うので、でも絶対そうしてやるぞっていう思いはありますし、覚悟もあります。ワン、ツー、スリー、パッ。乗ってこう、大きなラブでしょ、愛は超えろ46億年。いい感じじゃん、いい感じじゃん。小林笑ってないよ。チラッとチラッとこっちを見ない。はい、お伺い立てない。大学には行くことにしたんですけど、うん、音楽大学ということもあるので、やっぱりハロープロジェクトにもし合格したら、その活かせるところもたくさんあると思うので、あのメンバーの子たちに引けを取らないというよりはもう追い越していけるような覚悟でやっていきたいと思っています。
今後の人生が変わるので、いい方向に変わったらいいなと思います。小学生の頃からずっと私の心の一部だったハロープロジェクトさんなので、絶対に合格したいです。人生を変えたいと思うくらい、これで人生が決まるって言っても過言ではないので、そういう意味ではやっぱり自分を作るというか、未来の自分を未来の自分のために頑張った一日だったかなって思って、いやもう本当になんていうか、もう人生かける生き目で本気です。私がいろいろ今までの審査とかで言った発言も全てハロプロありきっていうか、ハロプロっていう前提があってその先が見えたっていうことなので、ハロプロ大しても好きです。全員合格です。なんか今までなんかいろんな高2だったり試験だったり受けたことがあるんです。今まで聞いたどんな合格の発表よりも嬉しいか。すごい嬉しいです。やっぱりこれからその歌のレッスンもダンスのレッスンももちろん自分のピアノも強化して頑張っていきたいと思います。合格ですって聞いた時になんかいろんな感情が嬉しさもありましたし、びっくりもありましたし、もうなんかもう始まったぞみたいな、落ち着いてる時間ないよみたいな、こう環境っていうか何かに急かされてる気がします。次回実はですねビヨンズの新しいね、隣にもう、今までのハロープロジェクトになかったような感じになるのかなと。せーの、頑張るぞ、ビヨーン。